ビューです。インタビュアーは渋谷遥さんです。お願いします。はい、今日1日1着インタビューを担当します、渋谷です。よろしくお願いします。こちらには1レース勝利した金子選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。選抜甲子園開幕戦ということで、浜松支部いいスタート切れますね。そうですね、はい。今日序盤いいさばき見せましたけれども、ご自身としてはレースどのように振り返りますか？まあ思想タイムちょっと出たんですけど、あんまり乗りやすくなかったんで、まあ、レースどうしようかなと、はい。実際レースに出た感じとしては評価どうでしょうか？伸びもなかったですし、まあ、ちょっとセッティング合ってなかったですが、明日以降方向性見えてますか？何も見えてないです、はい。ではファンの皆さんにもメッセージをお願いします。はい、5日間頑張ります。ありがとうございました。金子選手にお話を伺いました。ではこちらには金子選手に事前に引いていただいた抽選券を表示しています。まずは0148148番、続いて228番、342番、繰り返します。148番、228番、そして342番の方が当選となります。おめでとうございます。インタビューです。渋谷さん、お願いします。はい、浜松遠藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。金子選手に続いて浜松2勝目となりましたね。はい、びっくりですね。はい、さあこのレースなんですけれども、道中あの岩田選手が片野選手をさばいて、その内狙っていきましたよね。はい、はい、ちょうどうまく向きが向いたんで内側に行きました。まずこの初日のエンジン状態としてはどのように振り返りますか？前回の浜松に比べたら申し分ないです。明日に向けての方向性見えてますか？もうこのままで、まあ、ちょっとやりますけど、はい、大体いいと思います。はい、じゃあ高評価ということですね。はい、はい、ファンの皆さんにもメッセージお願いします。はい、最近ちょっと成績良くなかったんですけど、今日一着取って良かったです。遠藤選手にお話伺いました。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ではここで遠藤選手に事前に聞いていただいた当選番号を発表します。141番、211番、474番、繰り返します。141番、211番、そして474番です。おめでとうございます。そうですね、また明日も浜松地区のために点数を取りたいと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ではここで当選番号を発表します。このレースは12番、26番、216番、
12番、26番、216番の方が当選です。おめでとうございます。渋谷さん、お願いします。はい、川口の佐々木選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。前節に続き伊勢崎での出走となりますが、レース振り返ってみていかがでしょうか。前回いたのが、いろいろやったんですけど、で、まあ、今日涼しくなったんで、食いついてくれて、しっかり上積みが見られたんですね、はい、先頭立って最後篠崎選手が追いかけてきましたけど、あの場面はどうでした。いや、もういっぱいで、はい、こんな余裕見る余裕なかったです。明日以降はどうでしょう、エンジンとしては。あ、キャブちょっとやって、はい、まあ、タイヤもちょっと低いタイヤ変えていきます。わかりました。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。明日もいいスタート切って頑張りますので、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。佐々木選手、おめでとうございます。ありがとうございました。ではここで当選番号の発表です。このレースは131番、191番、492番、131番、191番、492番の方が当選です。おめでとうございます。インタビューです。渋谷さん、お願いします。はい、山陽の砂見選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがのまくりで支部長の意地見せました。そうですね、はい、山陽これが1着初めてとなりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。だいぶ冷えてきましたけど、実際のレース振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、外からまくれてるので感じはいいと思います。エンジン状態も高評価できそうですか。はい、今安定していいですね。では明日以降はそのまま継続という形になりそうですか。そうですね、タイヤも他のも探したいのでタイヤは変えていくつもりですけど。はい、ありがとうございました。では最後にファンの皆さんにもメッセージをお願いします。1着取れました。明日も山陽勢頑張れるように応援よろしくお願いします。津波選手、おめでとうございます。ありがとうございました。ではここでこのレースの当選番号を発表します。38番、112番、236番。繰り返します。38番、112番、236番の方が当選です。おめでとうございます。インタビューです。渋谷さん、お願いします。はい、こちらには伊勢崎の岩沼選手にお越しいただいています。おめでとうございます。ありがとうございます。伊勢崎やっと初勝利ですね。いや、嬉しいです。はい、岩沼選手、このレース絶好の位置から得意の逃げ展開に持っていきましたけれども。そうですね、栗原さん抜けないかなと思って、はい、乗ってました。はい、エンジン状態としてはどのような評価でしょうか。いや、ちょっと喉がひどかったんでちょっと分かんないですけど、まあ、タイム来たら。正解された方の中から抽選で10名様に車検購入券3000円分をプレゼントいたします。参加ご希望の方は未確定車検500円以上ご準備の上、第11レース発売締め切りまでにガイダンスコーナー裏にて投票券をお受け取りください。なお投票券がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。まだ終えましたけれども、エンジン状態としては評価どうでしょうか。前節の浜松から何もやってないんですけど、まあ、変わらず順々に走れてるので、まあ、結果出てるので特に問題ないと思います。はい、ではファンの皆さんにもメッセージをお願いします。はい、明日も頑張って埼玉支部優勝になってますので、ぜひ応援してください。若井選手でした。おめでとうございます。どうもありがとうございました。さあ、では続きましてこのレースの当選番号を発表します。このレースはまず20番、352番、411番、20番、352番、411番の方が当選です。おめでとうございます。インタビューです。渋谷さん、お願いします。はい、見事一着となりました飯塚の荒尾選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか怖いもの見えるんですけど。はい
荒尾選手が荒尾選手の等身大の抱き枕を抱えている、そんな状況です。そうですね、はいはいはい。さあレースについてお話を伺っていきます、はい、序盤からの道中ちょっと厳しい展開にも見えたんですけれども、しっかり追い上げていきます。そうですね、前がちょっと重なっちゃって、まあ、行き場のない状態だったんですけど、まあ、抜け出せてから前が逃げてます。初日走ってみてのエンジンの状態というのはどう評価していますか？まあ、ちょっと悪くはないんですけど、まあ、ちょっと改善点はあるかなと思います。具体的に挙げられそうな改善点というのはどのあたりでしょうか？まあ、もう少し、全体的な底力というかあればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではちょっとこの抱き枕について伺いましょうか、はい、あ、これははい、詳しくは手先の選手会 YouTube を見ていただけると、はいはい、分かると。ちょっと告知も兼ねてですね。そうですね、僕は全然絡んでないんですけど、はい、伊勢崎の選手会のために、はいはい、僕はしたくもないこういう犠牲を払っております、はい、ということで皆さんぜひ YouTube をご覧ください。荒尾選手おめでとうございます。ありがとうございました。さあ続きまして、場内で お配りしました抽選券の当選番号発表です。35番240番246番、35番、240番、246番の方が当選です。おめでとうございます。私のインタビューです。渋谷さんお願いします。はい、見事一着となりました伊勢崎の早川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。伊勢崎勢にとってはこれが2勝目となりますね。はい、いいポイントが稼げたのかなと思います。はい、早川選手、思想が 3.28 と一番速いタイムでしたけれども、実際にレース見て出てみていかがでしたか？まあ、はい、思想通り手応えはあったので、はい、うまくいくことができました、はい、その手応えを感じられた、特に感じられた部分というのはどのあたりでしょうか？そうですね、直線の伸びがちょっと皆さんのよりあるかなと思いました、はい、明日以降直していきたい点というのはありそうですか？はい、今節から急激に寒くなった開催なので、まあ、その気候に合わせて調整していきたいですね。はい、さあそして先ほど荒尾選手がインタビューの時に、はい、早川選手に抱き枕を作ってもらったということで宣伝していたんですけど、はい、本当だったら見たかったんですけど、はいはい、後からリプレイとか中に見せていただければいいかなと思います、ね。はい、あれは早川選手が個人的にプレゼントされたんですか？いえ、あれは荒尾さんの自腹です。あ、そうなんですね、はい、僕がプレゼントしたわけじゃありません。でそのあたりも YouTube を見ればわかるということですね。そうですね、細かい事情は YouTube 見て、はい、いただいて、はい、楽しんでもらえればなと思います。はい、見事一着となりました早川選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあではここで当選番号の発表です。まずは10番142番460番、10番142番460番の方が当選です。おめでとうございます。選手のインタビューです。渋谷遥さんお願いします。はい、地元伊勢崎伊藤選手一着です。おめでとうございます。ありがとうございます。思想では同期の泉田選手とトップタイの3秒29、はい、そしてハンデが10前ということで負けられないという思いあったのではないでしょうか？はい、そうですね、まあ、泉田選手スタートも早いんで、はい、食われちゃうんじゃないかなって思ってて、ちょっとヒヤヒヤしてました、はい、思想タイムに対して実際レースに出ての手応えというのはどうでした？そうですね、思想ちょっと滑った感じがしたんで、はい、レースもちょっと不安だったんですけど、まあ、2級の威力を、まあ、感じましたね、レースでは、はい、初日のエンジンとしては高評価ですか？そうですね、いいですね、はい、そして伊勢崎支部早川選手に ついで連勝を飾ることができましたね。そうですね、なんとか伊勢崎勢で連勝で、まあ、来れたので良かったかなと思います。はい、では最後ファンの皆さんにもメッセージをお願いします。そうですね、明日も1着取って伊勢崎を優勝に導けるように精一杯頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあではここで事前に場内でお配りした抽選券の当選番号を発表します。まずは69番120番393番、69番120番393番の方が当選です。おめでとうございます。インタビューです。渋谷さんお願いします。さあナンバーワン決定戦一着となりました伊勢崎の青山選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この SG のような豪華なメンバーでの一着嬉しいですよね。はい、20点取れて嬉しいです。はい、おめでとうございます。さあそしてスタート決めて一気に先頭に立ち、そのまま逃げ切りました。レース振り返ってみていかがでしょうか？
スタートからまあ展開よく、進めたんで、はい、タイヤも良くて、最近の中では一番動きは良かったんじゃないかと思ってます。特に評価できる動きというのはどのあたりでしたか？まあ、終始独走だったんで、うん、まあ、正直どうなのか分からなかったんですけど、はい、まあ、走ってる感触的には、まあ、タイヤもすごく良かったのもあったんで、良かった気がしました。明日もこのままいけそうですかね？明日はどういう番組か分からないんで、はい、また気を、持ち直して頑張ります。そして今日は甲子園ということで、この伊勢崎支部、これで3連勝を飾ることができましたね。すごいですね。はい、はい、明日もぜひご期待いただきたいですね。はい、頑張ります。はい、青山選手にお話を伺いました。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、ではここで事前に引いていただいたお配りした当選券、抽選券の発表です。当選番号は15番、90番、445番、15番、90番、445番、この3名の方が当選です。おめでとうございます。